ただいま、やっていきましょう。流行り紙ですね。やっていこう。ということで、前回ゼロ話、まあ、チュートリアルだと思うんですけど、チェーンメールという話を、シナリオをクリアしました。で、今回は、まだ既読率が 40% なので、100% になるように、ゼロ話は見ていこうかなというところで、これをやっていきます。多分最初から最初からなので、じゃあカットを使って、スキップを使って、ガンガン進めて、分岐点まで飛びます。さあ、まず1個目の選択肢、ここですね。どうしようかな。無視してみる。無視してみようか、じゃあ。物語が終わっちゃう可能性があるかなと思ってんだけど、無視をしてみます。バカバカしい。そうと決まれば、さっさと削除してしまおう。こんなメールに振り回される必要はない。時間の無駄だ。僕はチェーンメールを削除し、記憶から葬ることにした。葬るって。それから2日経過した夜。あれ、じゃあ、殺される疑惑。僕はいつも通り、夕食の買い出しに近所のコンビニへ向かった。手軽とはいえ、下のぬくもりを感じない弁当は、独身男の一人暮らしの寂しさを強調してくれる。あれ、おかしいな。普段なら、会社帰りのサラリーマンや、帰宅途中の学生たちとすれ違うのだが、今日に限って、全く人通りがない。なんだ。暗闇の中、何かが、うごめいた。僕の脳裏に、なぜかあのチェーンメールの記憶が蘇ってきた。なお、協力が難しい方は、このメールを3日以内に10人の友達に送ってください。まだ2日しか経ってないんですけど。もし、送らなかったら、連続殺人事件の次の犠牲者は、あなたになるかもしれません。連続殺人事件の次の犠牲者はあなたになるかもしれません。次の犠牲者はあなたになるかもしれません。次の犠牲者はあなた。おお、ちゃんと音が左から右。おい。左から右へ流れてた。なんや、彼女からメールか。いきなり背後から声をかけられ、僕は飛び上がりそうになった。まさか。誰からや、見せてみ。警部が強引に携帯をもぎ取る。警部っていう風に呼んじゃうから、名前が覚えられないんだけど。はあ、連続殺人犯を目撃な。嘘くさ。あれ、時間戻ってる。おかしい。この会話、どこかで。そのメールなら知ってますよ。あなたのチェーンメールとしてネットで話題になってましたから。同じだ。僕は以前にも同じ会話をしたことがある。僕は、ここで。チェーンメール。そう、聞き返すんだ。そしたら、小暮さんが。おっす。いわゆる不幸の手紙であります。ただのいたずらですよ。ん、どないした、棚橋。顔色悪いで。大して心配そうでもない顔で、警部が尋ねる。いや、以前にも全く同じ会話をしたことがあるような気がして。ああ、そりゃ、ダヴィンチっちゅうやっちゃな。ダヴィンチ？あ、違う、デジャブだわ。ダヴィンチじゃねえや。なんで俺ダヴィンチって呼んだ、今これ。デジャブな？はい。デジャブ、ビュって、あれなんだ、別なんだ。デジャとビュは別なんだ。おー。デジャビュですか。デジャブワッ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 。ウギテって難しいね。ああ、オフランスの言葉なんやけど、日本語に訳すと既視感。初体験やのに過去に体験したことがあると錯覚するこっちゃ。ああ、ようあるやろ、初めての旅行先やのになんや懐かしい気がするとか。これって何、生まれ変わりの話なのかな。前のねえ、エンドまで行った時もなんか生まれ変わりがうんぬんかんぬん言ってたし、なんか生まれ変わりっぽくない、チェーンメールっていうか。あれやあれ、デジャブか。釈然としないものはあるが、他に説明しようがない。まさか時を遡ったなんて SF を主張したところで誰も信じてはくれないだろう。マメちゃんが信じてくれるよ。で、どうするのでありますか、先輩。どうするって、
何を？チェーンメールですよ。返信するのでありますか？そうだった。それが問題なんだ。さっき体験した恐怖がデジャブであろうが予知夢であろうが、この際どうでもいい。ギタッと、あんな目に遭いたくない。なんだこの主張。なんだこれ。僕は迷うことなく自分の携帯電話番号を入力し返信した。あ、強制ですか。ああ、これと同じ？あ、違う。あれ？スキップにならない。スキップできない。送っちゃったんですか、先輩。アホやな。あんた明日からワンギリ業者の人気者やで。うん、聞いたことあるけど、未読扱いか。なんとでも言うがいいさ。僕は、僕の信じる道を選んだのだから。文面は同じだけど、ルートが違うからか。それから数十分後のこと。同じ？全く。同じだ。電話だ。誰からだろう。相手の電話番号は、非通知設定になっている。僕はゆっくりと通話ボタンを押し、電話に出た。もしもし。もしもし。どうも、電波が悪い様子だ。同じかな？ちょっと同じとこは読まないでおくか、ちょっと速度のために。女の人ね。はい。チェーンメールね。聞いてるよ。うん。で、警察とは言わない。返信はしない。これ、なんでこれ、たまにこっちになるの？待って。なんでたまに操作が変わるの？よくわかんねえな、これ。なんだこれ。なんか、あの時も、なんか、特報部の時もあった気がする。で、本当に犯人を目撃したのかということだ。なぜ警察に通報しないのかということだ。バックログは？確認ね。上を選んだんだよね。前は。目撃したのかということだ。こっちね。なぜ彼女は警察に通報しないのだろう。本当に連続殺人犯を目撃したのなら、真っ先に通報するべきだ。それをしない。あるいは、できないということは、何らかの事情があるのだ。あなたは、本当に連続殺人犯を見たんですか？あ、でも、合流したな。僕は率直に聞いた。え？あなたが、本当に犯人を目撃したのなら、どうして、警察に通報しないんですか？それは、何か、やましいことでもあるんですか？僕は、畳みかけるように問い詰めた。私は本当に犯人を見た。けどなんです。本気で犯人を止めたいと思うなら、ちゃんと話を聞かせてください。何よあなた。まるで自分なら止められるみたいなこと言って、何様のつもり？僕は、警察官です。名前は、棚橋美香。ちょっと漢字がちょっとね、俺の気分を阻害してたんでね、ちょっと、ひらがなにしてきました。僕は、正直に身分を明かした。もし嘘だと思われるのでしたら、今からでも警視庁に来てください。あなた、警察官なの？まさか相手が警察官だとは思っていなかったようだ。しばしの瞬時。それから、彼女はゆっくりと切り出した。ダメか。ここまで同じかじゃ、ちょいちょい変わってるかなと思ったんだけど。結構ね、特殊報道部はね、変わったんだけどね。割とそういうわけでもないのか。うん。ちょっとわあわあカットしようと思ったけど、はい、来ましたね。あ、で炭になってるってことはやっぱここまでの流れが何であろうとここは通るってことなのか。オッケーオッケーオッケー。じゃあ公式の方で調べるか。今回は僕はパソコンを使って公式犯罪者記録を調べた。警視庁のデータベースには過去数十年にわたる犯罪記録がストックされている。服部恵里さん、あ、指紋採取なる人物が過去に一度でも指紋採取をされていればデータベースに引っかかるはずだ。指紋の採取は軽犯罪から重犯罪まで幅広く対象とされる。結構きついねそれ。なんかこの情報の蓄積が日本警察の犯罪検挙率の高さにもつながっている。日本警察の、それを登録するんだ。服部恵里さん、照合データなし。公式犯罪記録には登録されていないか。犯罪者はあれですね、パソコンとかのパスワードに指紋は登録できませんね。なんか、ボロバレしてる情報じゃん。仮に、彼女の告発通り、服部恵里さんが連続殺人犯だとしても、過去に犯罪歴を持たない人物であることが証明された。よもや、と
よもやよもやだと期待していたのだが、そう簡単に行くなら捜査一課がとっくの昔に逮捕している。仕方ない。別の方法を考えよう。次に僕はパソコンをインターネットに接続して服部エレサの名を検索することにした。ここから同じかな、同じかな。じゃあ分岐点まではカットを入れていきましょう。さあここですね、自問自答のところですけど、服部エレサイコール川原美雪という考えは正しいのだろうか、というので別人かもしれないって言ったから、この同一人物、同一人物だとして肝心なのは告発者の言葉を信じるかどうかだ。で、ここは通ってないんで分かんないのか。信じられない。信じてみようと思う。信じない方向で行ってみようか、じゃあ。信じない。彼女の言葉を信じない理由。それは、どう考えても嘘っぽいから。まだ確固たる証拠がないから。どう考えても嘘っぽいから行ってみよう。あれはいたずらだ。服部エレサの正体が川原美雪だろうが、その他の誰だろうが。本当に連続殺人犯のことを知っているなら、あんな回りくどい電話をかける必要は、などないはずだ。もっと具体的な情報を提供してくれれば信用してもいいが、名前だけ告げてプツリと切られたのでは信じられるはずがない。僕は彼女の話をいたずら電話と断定した。その夜2日後ってやつかまたお疲れ様でした。そしてその日の勤務を終えた僕は帰路に着いた。寝苦しい夜だった。急な眠気に誘われてベッドに潜り込んだはいいが、いざ寝ようとするとなかなか眠れない。体は睡眠体制に入っているのに頭だけが妙に冴えている。あるよね、思考と体の機能が分離されたような状態だ。僕は寝酒にビールでも飲もうかと思い、仰向けにした体を起こそうとした。あれ、おかしい。体が動かない。いくら脳が手足に命令しても彼らは全く言うことを聞いてくれないのだ。そればかりではない。突然訪れた異変に戸惑っていると、次第に息苦しくなってきた。息苦しいなんてもんじゃない。息ができないのだ。息を吸うことも吐くことかなわない。金縛り。未知の体験に混乱している頭脳が導き出した回答だった。金縛りは疲労による生理現象として科学的に説明できると聞いたことがある。ああ、なんか脳がね、脳だけ起きてて体が寝てるみたいな。そうだ、僕は疲れているんだ。どっちの字かな、疲れてるってそっちの字で合ってる。僕の頭の隅をよぎる不安を振り払うため、そう自分に言い聞かせた。服部エリさん。耳元で。誰かのささやき声が聞こえた。あいにく僕は一人暮らし。隣でささやきかけてくる恋人なんてものは存在しない。犯人は服部エリさん。誰の声かは直感的に分かった。あの女だ。百歩譲ってそこまでは認めよう。しかしなぜその女が今僕のベッドの隣で僕の耳元で囁いているんだ。また明日電話する。待って、君は誰なんだ。声にならない声で僕は叫んだ。霊体ってこと。今回は夢とも幻ともつかぬ仮初めの意識の中で僕は見てしまった。決して見てはならぬものを。限界を超えた恐怖心が僕を遠い無意識の世界に旅立たせてくれた。翌日、昨夜の出来事は夢だったのだろうか。たまに地蔵ですよね。いつもと変わらぬ聴者が迷いを振り切れない僕を現実世界へと引き戻してくれた。20歳までに金縛りに合わなければそれ以降金縛りにはならないという噂。へえ、そうなんだ。なったことねえや、未だに。その噂が嘘だということが証明されたわけだ。次に彼女から電話がかかってきたらもう一度ちゃんと話を聞いてみよう。彼女を信じて。言っておくが決して怖いからではない。刑事としての
使命感ゆえだ。そっか、20歳までに話し前にならなきゃいいんだ。テレビの前でワイドショーに釘付けのケブ、苦手なデスクワークに接近する。コクレさん、あれ、ここは見たことあるな。ここは見たことあるか。じゃあカット入れますね。はい、ということで、電話がかかってきたんですが、なんか普通に生きてる人みたいな感じで話しかけてきたんだけど、あれは生き霊なのかな。じゃあこっちで行くか。勇気出していくか。犯人はあなただと指摘した。無駄勇気だな。犯人はあなただ。僕は強い口調で指摘した。彼女が何者かは分からないが、犯人に近い人間であることは確かだ。揺さぶりをかけることで何か思いがけない情報が得られるかもしれない。私が犯人？面白いこと言うのね。もしかして私を挑発しているつもり？それとも本気で疑ってるのかしら？正直なところ、彼女はまだグレーだ。信用しようにも彼女の言葉だけでは心もとない。ここは思い切って彼女に会ってみるべきだろう。彼女にはもっともらしい、彼女にはもっと詳しい情報を聞く必要がある。ああ、強制的に会う話になるの？ここまでの流れおかしいけどな、なんかこう真っ当じゃない流れでここまで来た感があるけどな。うん、じゃあ次のところで行きますか。あ、これあるんだ。これあるんだ。なんかこれ特殊報道部でもあったやつですね。なんかアナログキーでショートカットできるっていう、やりたいことへのショートカットで飛べるっていう。データ削除は怖すぎるんですけど、ちょっとやめてくれない？データ削除いらんだろ、明らかに。そんなショートカットする必要ないでしょ、もう。ちょっと待って、なんか違う人来た、違う人来たんだけど。ちょっと待って、どっからカット、どっからカット。もう少し待って言わせるよね。陥れる人逮捕で。ここまではいいんだよ。15分前。で、いいじゃんね。ここまではいい。で、いきなりなんか小暮さんのカットインが入ったから、あれ、こんなとこだっけと思ったんだけど。小暮さんの表情が、みるみるうちに青ざめたかと思うと、彼は、巨体を小刻みに震えさせた。背後から、女の声が響く。振り向くと、そこには一人の女が立っていた。うわー、全然違うとこで出てきた。どういうこと？いや、この感じいいな。特殊報道部かあっていいな。特殊報道部もなんか、全然違う展開になったからな。整った目鼻立ちに、黒髪を後ろで束ねている。いや、白すぎんだよな。幽霊みたいじゃん、なんか。美人であることは確かだったが、小暮さんが唱える、川原美雪のライバル説の容疑者には当てはまりそうにない。30には満たないだろうが、失礼ながら、アイドルと呼ぶには適齢期を超えているような気がする。いや、わかんないよ。30超えのアイドルかもしれないじゃないか。キャッキャウフフしてるかもしれないじゃないか。あなたが棚橋さん？はい、棚橋一家です。綾瀬と、なんか血がつながってるかもしれない。僕は短く答えると、身分証を見せて本物の警察官であることを証明した。本当に警察の人だったのね。今の今まで半信半疑だったらしい。なんかセリフがそのまま置き換えられてるな。とにもかくにも彼女は現れた。僕たちはファミレスに入って彼女の話を聞くことにした。この店は都内の一等地にしては、あ、同じか。じゃあちょっとどうしよう。なんか違いそうなところまで飛びますね。ちょっと待って、全然違うんだけど、いきなりもう違った。ちょっと待って、ここまでいいで、一等地にしては。次の運がさ、いらっしゃいませ、2名様ですね。え、いや、3名ですっていうので、見えてないんだけど、店員さんに。この人、どうやら小暮さんの巨体に隠れて彼女の姿が見えなかったらしい。本当か。席に着くと、ほどなくして店員が水とおしぼりを持ってきた。何個？僕はコーヒーを3つ注文してすぐに本題に移った。ね、何個持ってきたの、水とおしぼり。それじゃあ改めて自己紹介を。怖ー、これ怖い、より怖いな、このルートの前にやってるから。この人、僕は棚橋、こちらは小暮刑事。何？林直。どこで切んの？林直。おさんかと思ったじゃん。おさんに見えるんだけど。林直さんね。マジか。全然違う。飾りっ気の全くない答えを返すと、コンタクトレンズでもずれたのか、右目をグリグリと押さえる。ああ。花粉症の時期になるとね、グリグリと押さえるけどね。コンタクトレンズとかきついっていう。かゆくなって。そんな僕の視線に気がついたのか、ごめんなさい、ちょっと目が疲れているのよ、と今度は少々飾った返答があった。目が疲れている？何、目が疲れてるって。彼女に見つめられて、
僕は思わず視線をそらした。見透かしたような深く黒い瞳がとっても印象的だ。先輩、早く尋問を。この違いよ。小暮さんが丸聞こえな音量で誘致する。バカお前。そちらの刑事さんは私を疑ってるようね。でも今にわかるわ、本当の犯人が誰なのか。紡がれた挑発的な言葉を受けて僕は尋ねた。初めてだこれ。初めてか。うわ、これ犯人は後ですねって本当勇気いるな。ちょっとじゃあこのパートここまでにしましょう。次回、林直さん。うわ、楽しい展開だな。これいいな。これだよ、これだよ。特殊はどう、こんな感じだったもんな。はい、ありがとうございました。ありがとうね。